立川吉笑いは、落語立川流所属の落語家。本名、任、ラマキ。京都府京都市出身。立川男笑門下一番弟子、現在二つ目。京都市立堀川高等学校自然探究科卒業。京都教育大学教育学部数学科教育、専攻中退。もともとお笑い芸人志望であり、大学を一年で中退した後コンビを組んで2年間ベース。 吉本のオーディションを受けていたが、相方の失踪で解散。ヨーロッパ企画の舞台に影響を受け放送作家をしつつコンビ、イクイプメン奥見4年間ほど活動。倉本光に目を止められて上京し仕事を行っていた時期があったものの相方との衝突やレベルの違いから空中分解の状態になる。その頃買った立川志之助の CD から落語家を志すようになる。 2010年11月6日、六代目立川談笑に入門。2012年4月、1年半という異例のスピードでに詰め昇進。2021年1月23日26日29日に、新宿末広系の落語芸術協会1月下関夜の部、立川恋八の主任工業にて、食いつきの煮詰め候補枠に初出演。 通常の落語芸術協会工業の立川流、新内工後出演枠ではなく、小福亭右高、春風亭昇るの落語芸術協会員との交互出演の中に入っての立川流出演となった。芸術協会員と混じっての出演、立川流の2つ目での新宿星広亭定上席への出演はこの時が初。身長180センチメートル、体重70キログラム。 立川談笑の一番弟子。弟弟,弟子の立川新井にと2013年より同居していたが2015年3月に解消している。講座では独自性に富むオリジナル落語を書けることが多い。自分にとっての話の重要なポイントはギミックとストーリーであると述べている。落語立川流では数少ない関西弁を使う落語家である。他には 男子門下の立川文都や立川雲水がいる。一方、枕では東京弁を使用している。講座では必ず袴を着用している。自身が所属する新作ユニット創造 C では企画演出音響宣伝担当である。子供の背丈くらいある観葉植物を衝動を介した。プロバスケット B リーグの試合を開催している。横浜アリーナで落語を披露している。 ありがとうございます。